どうもこんにちは。ゲームボーイカラー対応の続きを決めていこうと思います。前回でバックグラウンドの,があの色がね出るようになったので今日はちょっと試しにね他のソフトも動かしてみてちゃんと出るかっていう確認をしていこうと思います。その後、ね、あのねスプライドの方の色対応をしていこうかなと思ってます。もうちょっともうちょっとだと思うんだけどね。でえー、と前回のやつがああそうだ。 えっとね、その前に一個やんなきゃいけないことがあった。はい、バッチリですね。音はバッチリなん音じゃったいや。色はバッチリ出てるんで、うん。まあ、こんな感じかな。うん。で、ここのね、あの字がね、こう、潰れちゃってるのは、ここ多分スプライトかなんかでやってるからだと思うんで、これしょうがない。これも、これもそうかな。多分スプライトでやってるからだと思うんだけど。 ここも、まあ、基本は大丈夫だ。この辺が出てないのが多分なんか別の要因なので。お、これスプライトなのかなああ、でも色が真っ白だからそうだろうね。多分スプライトで出してるんだと思うね。この辺が。えうん。あ、どうなんだろう。この辺スプライトなのかなはい。で、そうそうそう。一個、一個やんなきゃいけないことがあって。あの、ウィンドウですね。ウィンドウ。今 BG の方は、 これか BG の方はアトリビュート取ってきてこのバンクで色を持ってきてその色で描画するみたいなことをやってるんですけどでタイルもあのバンクを見てどっちかカラーパレット見てカラーパレット何使うかっていうのを決めてるんでこの辺の処理をですね丸ごとごっそりですね丸ごとごっそり。ウウィンドのの方も基本描画は BG と一緒なので こっっちに持ってきたいといとうことですね。でここですねここで同じことをやってあげればいいはずなんで、タイルを取ってくるというのが、えっと、バンクを見なきゃいけなくなるんで、ここだけ違うよね。うん。で、こうなると。だから、アトリビュートで、アトリビュートを同じ形式で取ってきて、で、プライオリティとかあるんで、この辺ちょっと見なきゃいけないんだけど、置いといて、で、タイル取ってきて、カラーパレット取ってきて、 でここが 4CGB で、えっと、パレットを渡してあげるという感じにしてあげればいいということでこれでウィンドウも色付きで出るようになったと思うんだけど、まあ、やってみようかあまあ同じやつやっちゃったまあいいやなんか変わるかな何か変わ何も変わんない気がする何も何も変わんないね 何も、何も変わらないね。<laughs> 何も変わらなかったんで。あ、ノーマルとか変わ色ついたかな。まあまあいいや。えっ、ー、と、なので他のちょっと見てみようか。えーとね。あ、違う違う違う。メイン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 。よいしょ。えーと、遊戯王とがどっちも動くはずなんで、これがどんだけいい感じに出るかですね。 前に動かすときはひどい状態だったんですけど、ああ、いい感じじゃないかこの後、ああ、あれ、あらららら,ら、らひどいですね。なんであれ、ひどい、ひどい状態だったな。一緒かなここまでいいのにな。 変だよね、フリップとかがあるからっていう問題じゃなさそうだもんね。なんかなんか取り先間違えあ取り先間違えてる。あだから今のは多分スプライトがおかしいだと思うんだけど。 スプライトやってみるか。あ、あと、そうか。ゼルダ、ゼルダ。ゼルダの伝説が2つ目あるんで、もう1個、ゼルダ、ゼルダ2に、いや、DX にしとくか。ゼルダ DX をちょっとやってみようか。ゼルダの45のこれ、パスのコピーで。はい。ゼルダ DX がありましたんで。ゼルダ DX。あの、これね、なんかスーパーゲームボーイエンハンスドって、あ、これにもついてるわ。あ、これにもついてるわ。ほら、いっぱいついてた。 あのスーパーゲームボーイも何か知らぬ機能があってなんかそれにも対応してるっぽいのでこの後スーパーゲームボーイの対応もね、まあ、ちょっと、まあ、やっちゃいたいなと思ってはいるんだけどはい難しくなければいいなあいい感じじゃないかこれはあれこれ真っ白だったな真っ白だったなこれ多分黄色だと思うんだけどこれなんか白抜きになっちゃってるしなこの辺はスプライトかな これはバッチリ真っ白とか真っ黒は多分スプライトなんであんま気にしなくていいんじゃないかなこれスプライトだからですねちゃんと出てるけど多分リンクも真っ白あやっぱそうだねでこのあと上に上がっていく時に山に雲がかかってるっていうのがデラックスとの違いらしいんで。 見て、見て。ああ、なってる、なってる。これが、ノーマルはこれ、かかってないらしいんで。で、ピシャーンと出て、ここに DX。ああ、変だ。<laughs> 色が、あ、ここはスプライトなのかななんかそんな感じがするね。一応出てるけど。はい。うん。まあまあまあ。 全然遊戯,王ひどいな遊戯王がむちゃくちゃですけど一応遊戯王はちょっと目をつぶるとして <laughs> 一応こんな感じでね BG はそれなりに出るようになりましたあとあとまあ,あのゼルダのデラックスが分かりやすかったんで、えー、とオブジェクトねスプライトの方をパレット対応すればあのゼルダとかマリンちゃんの色がちゃんと出ると思うんでそこをちょっとやってみましょうかねはいで前回 見たとこここかな、はい、で69が背景なんでこれがオブジェカラーパレット仕様オブジェパレットインデックスオブジェカラーパレットデータってやつで FF6A6B が同じ 6A6B がこっちで言うと68と69になってて、まあ、6A の方でインデックスを指定してどこに書くんだいと自動増文もあるのかっいの書いて69に書き込むと 赤緑青を書き込むとどんどんこう書かれていくというようなことになっているいるっぽいですねで64バイトのオブジェパレットメモリーが別にあるけど機能は一緒ですということが書いてあるんでそういうことだと思いますでオブジェパレットごとに4つの色が格納されますが色、えー、0は常に透明なので使用されないことに注意してくださいしたがって画面自知を書き込んだり色0を初期化しないままにしたりしても問題ありませんということでこれが違うね 実際のこれは使う側の話なんであの0は10色に使うので、えー、スプライト上スプライト1個のスプライトに使える色は3色ということですね。はい、で中期がありますけど CGB モードではブートロームはオブジェ0カラーシャープ0の最初のバイトを未使用の00に設定することを除いて全てのオブジェクトカラーを初期化しないままにします。したがが多少ランダム信頼性が低いあ、まあ、これは これはまあいいでしょう。これは機械の話なんで別にいいと思います。で、CGB による RGB 変換がありますが、この辺は、この辺はまあいいのかな。ちゃんとした色を出すんだったら、ライトグレー、真っ白じゃなくてライトグレーにしなきゃいけないとか、なんかその辺の話っぽいですけど、まあここまで見,見ないことにするので、 いいと思われるこれはゲームボーイアドバンスなんで無視でいいかな、はい、そういえばそうそうゲームボーイアドバンスね買ったって話だけしたんですけどあの機械の話してなかったのでちょっとだけするとゲームボーイアドバンスって3 2ビット c p u なんであのスーパーファミコンよりもむ難しいんじゃないかという気がしていて。 うん、スーパーファミコもねなんかちょっと調べたんだけどなんか描画モードが7個くらいあって結構大変っぽいからあの ppu がめっちゃ凝ってる感じがしました少しだけ調べたんだけどだから、まあ、ど,っちもどっちもねあの険しい道にはなると思うけどまあまだ数ホイの方が楽なのかなって若干思ってます、はい、じゃあ ppu の方の、えー、パレットですねささっと作っていこう そんなに難しくないからパッと作れるはず。はい、で、えっ、ー、と、bcp、bg パレット、bg パレットローね、3つありますけど、これの丸コピーを作って、えっ、ー、と、ocps かな。はい。ocps っていうのがアドレスですね。で、これが、えっ、ー、と、スプライトパレットにしましょう。はい、スプライトパレット。 あこれも、これもボックスでやった方が良かったのかな。まあまあいいや。はい。あまりこうやると、あの、スタック領域を食いつぶしちゃうんで、本当はこのボックスで囲ってあげた方がいいと思うんだけどね。ヒープに確保するっていう意味でね。まあまあいいでしょう。とりあえず。はい。で、えっ、ー、と、OCPS。よいしょ。丸元コピーして。OCPS、えー、スプライト、 スプライトと。マルコピーですね、この辺はね。はい。で、メモリーバス、メモリーバスの方ではい。まあ、これで良かったのかなはい。OCPS、OCPS、あ、ち、こうか、OCPS で、えー、っと、68じゃなくて、6A、6B ね。6A、6B。まあ、続きですね。69, 6九 6A。うん、続きですね。 で、OCPS に書き込む。あ、OCPS 返すか、これは。で、6B だったら、ま、とりあえず0を返すってことにします。これなんか使われてないと思うんで、一応、一応こうしてますけど、なんか大丈夫そう。何を返せばいいのかわかんないしね。で、こっちの書き込みが大事ですね、書き込みが。はい。書き込みが OCPS で、えっ、ー、と、6B。 6AB a, a か 6AB で、えー、OCPS に書き込んでライトスプライトパレットというのを作りましょうはい作りましょうといってもほぼ丸コピーなんでサクッといけますねはいこれ <laughs> これを丸っとコピーしてスプライトパレットにしますライトスプライトパレットにします はい、で OCPS を見るように変えてアドレスを、はい、で OCPS がオートインクリメントも入ってるはずなんで取るとで BG パレットのところはスプライトパレットローを見るようにすればいいんであとは置き換えだけかなスプライトパレットロースプライトパレットローでスプライトパレットに値を入れて、はい、でここで OCPS を 1> 1足すとオートインクリメントだったら1足すということをしてあげればよくてえー、っとこれでいいんじゃないかいいんじゃないかなはいいいんじゃないかと思う OK そしたらあとはえー、っと出すとこですね <laughs> 出すとこえー、っとスプライトラインライトスプライドロースプライトラインのところで、えー、やってあげればよくて このスプライトの仕様は変わらないんだろ何か,か変わった気がするねバンクの指定をしたいはずなんでバンクの指定が入ってんじゃないかと思うんだけどちょっとスプライト見てみますかえー、っとタイルマップ OAMLCD スクロールパレットレンダーあれどれだ スクロール、うんうん、うん ?OAM か。OAM がパレットですね。パレットじゃないや。<laughs> えっと、えー、スプライトですね。はい。で、バイト2がタイリンデックスで属性フラグがあって、あ、あった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 。えっ、ー、と、DMG パレットを今、これで取ってんだね。で、その下にバンクと CGB パレットがあるから、こいつを取りゃいいんだ。そうだね。レッドでバンクが、 アトリビュートのこれ上しか使ってなかったんだね偶然偶然なのかなえっ、ー、と 0x08、えー、かを3ビットずらしたやつっていうのがバンクになりますでレッドのえっ、ー、とパレットですねがアトリビュートのアンド 0x07 がクスゼロ七が パレットになるよとということですねで、えー、とこっちのパレットは使わなくなるんで BG パレットに一応直しておこうか。はい、ででで,でだねでだそれでこのバンクをどこで使うんだというとこなんですがバンクここですね。 タイルセットから取ってきてるんでここでバンクが必要になるはいでここのタイルセットもバンクが必要なんでバンクはアズユーサイズしておこうはいこんな感じかなタイルセットにアクセスしてるのはここら辺だけでしょううんあでこれいらないか でパレットもあずゆサイズしたいた方楽ちんそうなんであずゆサイズしておきますはいでパレットはパレット書くときに必要なだけなんでここですねカラー 4CGB でえっ、ー、とパレットがあって書いてますけどあちょっと待ってこれこれちょっと残しとくかあちょ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  BG パレットが これが BG パレットになって生き残んなきゃいけないのかな。あの、ゲームボーイモードを残しとかないきゃいけないんで、タイルピクセル4はい、これですね。バリュー、バリューとパレットを渡してあげるだけでよくなる。で、パレットはパレット有サイじ,じゃなくて、いや、パレット有サイじ,じゃねえよ。 あああ違う。えっ、ー、と、パレットはどうしてたどうしてだっけえっ、ー、と、パレット取ってきてただけ。パレットは、あ、カラーパレットで取って、こうしてたのか。パレット取って、それ渡したのか。なるほど、なるほど。なので、なので、なので、パレットを取って、えっ、ー、と、パレット、 と、これがカラーパレットで取ってパレットになりましたと。はい。で、これがスプライトパレットになってばよくて、このパレットを使って描画してねと。描画してねとか、色を取ってきてねということをしてあげればいいということで。これが、これが、えっ、ー、と、白黒、用描画。 なので後で白黒ゲームボーイだって判断したらこっちを生かさなきゃいけないんでちょっとその辺残しておきますはいこれでいいんじゃないかこれ雷がねあだってきたきた雷色つきましたやったねあ,あここも色ついたねあええとか出ちゃったはいこれ邪魔邪魔 色ついた。なんか、あん大丈夫かななんかみ、青が見えたけど。で、ああ、色つきましたね。まあ、りんちゃん、色つきました。で、リンクも色がついているはず。だあ、出た。大丈夫だ。あと、デラックスが色つけば。まあ、大丈夫でしょう。まあ、ここまで色ついてれば、間違ってることはないでしょう。頼むぜ。 デラックスはね、黄色だったと思うんだけど。いや、大丈夫だね。うん。OK, OK、OK、OK。ケーっぽいので、えー、よいしょ。うん、大丈夫そうだ。うん。OK。えー、っとこ、これで一応できたんで、あとこの、 反転とかですね。あ、こっちはいいんだ。えー、っとね。この、プライオリティと X フリップ、Y フリップを実装してあげれば、色の描画としては、色っていうかね、あの画、画像の作りとしては出来上がりのはずなので、ちょっと待ってよ。えー、っと、遊戯王。ひどかった遊戯王はどうなったか。あれが治ってるとは思えないんだけど、 こんな色じゃないよね明らかにねここ消えてるしなえー、<laughs> なんであらこんな色になっちゃうのうんなんか遊戯王はひどいななんでだろう これはなんか良くなったぞ。これはなんかいい感じじゃないですか。なんかここ変だけどねこ。これも変だろうな。これもなんか、なんか変ですね。あっ、あれ今音はしない。カーソルが出ないな。なんかしらおかしいな。あこれはあれかもね。あのー、前後関係前後関係が、 あるんでこのプライオリティがだからこの辺の辺問題かもしれないですねもしかしたら前後関係であんな色になってたりすんのかなす,すんのかなすんのかもしんないな。だからスプライトを後ろに置いてえー、そのことあんの, <laughs> の ?BG を前に出そうとかなんかそういうことであの えと遊戯の顔を作ってたりするだからまあここの実装が必要ということで次回ねこの辺の実装していこうと思いますあと忘れないようにえっ、ー、と書かなきゃいけないことがあってここかなここであこれだここでスプライトのどれを描画するかっていうのを決めてるんですけど1ラインにね10個しか書けないんですけどあの10個のうち あ 10, 10, 10個しか書けないから、その10個をどうやって選別しようかっていうロジックがここになるんですけど、あの、11個目以降は無視される仕様になってるんで、ここでね、10、10で切ったりしてるんですけど、その前に、どれを一番先に書くのかっていうのをここで決めてて、これなんかちょっと難しいことになってるんですけど、えっ、ー、とね、これがね、ゲームボーイカラーだと、この辺の、あの、小難しいなんかバグみたいな仕様がなくなるんで、OCPI だっけ これだ !OPRI っていうのがあってこれを見てえっ、ー、とこれがねこれがゲームボーイカラーだとこれがトゥルーになるんではいこれが必要ですこれ忘れちゃいけないもしかしたらワンチャンこのこのソート順のせいでおかしくなってる可能性もねなきにしもあらずなんで 忘れないいように書いておきます、はい、で OPRI は今ここだけ実装すればあと OK なはずで、えー、と CPU の起動時に、えー、と現場ムボカラーだって判断がしされたら一連の流れであのトゥルーにしてるのであトゥルーかあのトゥルーだったらやんなきゃいけないんだこれよいしょ逆だったトゥルーの場合の対処を入れると,、えー、とトゥルーだったら ルーだったらえっ、ー、とえっ、ー、となんだっけ白黒のゲームボーイ準拠挙動にするというふうになるんでこれ逆ですねフォールズだったらこの処理いらないはずトゥルーだったらこの処理いるっていうそ,そういう話だったはずなんだけどうん確かねちょっとその辺の処理も入れていこうと思いますはいということで もうちょっとかな、うん、ちょっとここのプライオリティでプライオリティ X フリップ Y フリップでどんだけ変わるか楽しみですけど今はね遊戯の顔がもうむちゃくちゃになってるんであれがなんとかなるかならないかっていうね大問題に今発展しそうな状況なんであれこれなこれ実装して何ともならなかったらちょっとお手上げ感あるのでねちょっとどうしようかっていうふうになっちゃうんでうまくいくことを祈って実装していこうと思います。ということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録。 高評価お願いしますでは